エネルギー、環境問題、人口減少、高齢化社会、自然災害リスクの顕在化。日本が直面する社会課題はますます複雑化の一途をたどっています。私たち産業技術総合研究所産総研は、これら社会課題の解決と産業競争力強化をミッションに掲げる国立研究開発法人です。その歴史は1882年に遡ります。日本の近代化以降、社会の要請に応えて様々な研究所が設置されてきました。その後、これらの機関を2001年に統合、再編し、設立されたのが現在の産総研です。産総研は社会とともに未来を作る研究機関です。140年以上の長い歴史と多様な研究領域からなる総合力、全国各地のネットワークを生かして活動しています。産総研グループの強みは研究力だけでなく、マーケティング機能も有している点にあります。産総研グループの株式会社アイストソリューションズとともに、技術の社会実装を強力に推進しています。再生可能エネルギーの導入拡大とカーボンニュートラルの実現に向けた挑戦、限りある資源を循環させるサーキュラーエコノミーへの取り組み、人口構造の変化を乗り越える健康で豊かな社会づくりへの貢献、安心安全な社会インフラを目指して、AI と量子の融合によるグローバルなビジネス展開へ、最先端 AI 技術の開発を加速させる計算インフラの整備、次世代半導体技術の競争力への貢献、バイオものづくり産業活性化のためのプラットフォーム運用、さらに産総研は日本の社会活動を支える知的基盤の整備にも重要な役割を担っています。日本の地下を可視化する地質情報の整備、より高度な軽量標準の開発や普及など、社会の安心安全を支えています。これらの活動により、産総研は先端技術の研究開発と社会実装で日本からイノベーションを生み出し続けるエコシステムを形成していきます。見えない未来を見える未来へ、日本の産業を世界の最高峰へ、皆様と共に未来を作る挑戦をこれからも続けていきます。共に挑む、次を作る、産総研。